超すごいよ。だからか、うわすごい、できてるできてる、待って、すごい。どうもそうです。ということで今回もスプラトゥーンクラブやっていきましょう。今回ですね、超久しぶりにねスプリンクラークレンボやっていこうかなと思います。よろしく。いや、スプリンクラークレンボ最近コメントでさ、なんかもうサバさんスプリンクラークレンボもうやんなくなっちゃったんですかって言われたんだけど、 やりますよ。ちょっとね、ちょっとなんかね、普通にね、ちょっとあのスプリンクラークレンボのこと忘れてました。ちょっとね、普通にスプリンクラークレンボね、もし好きなんで、まあ、嫌いになったからやらないってわけじゃないんですけど、なんか、スプリンクラークレンボのこと忘れてましたね、存在。ちょっと今回、久しぶり、何週、1ヶ月ぶりくらいかな、わかんないけど、スプリンクラークレンボやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。で、今回ですね、こちらのね、ザリガニ、デュアルスイーパー使っていこうかなと思います。よろしく。結構ね、射程も長いし、結構、局者打ちもね、できるんで、これでいい感じに、なんかスプリンクラー壊せるかなと思って、この武器持ってきました。ということでね、ちなみに、まあ、スプリンクラークレンボ久しぶりにやるんで、ルール説明をすると、まあ、残り時間2分までにね、みんながスプリンクラーを隠して、残り時間2分から鬼がね、スプリンクラーを壊していきます。で、スプリンクラーはね、1人1つずつ隠せるので、合計4つだね、全部、4つ全部見つけられたら鬼の勝ち、見つけなかったら鬼の負けというルールとなっております。よろしくお願いします。いや、久しぶりから楽しみでね、スプリンクラークレンボ、まあ、超ザメ造船からやっていこうかなと思います。ということで、じゃあ、始まるまで待っていきましょう。いや、見てみんな。すごい、もう、ちょっかい大魔王。もう、全員ちょっかい出してくれ。やってきます。めっちゃちょっかい出してくれるんだけど、こいつら何なんだ。やってきます。どこからの探す、ここ、怪しいんだよね。ここ、一つ絶対ある。よいしょ。もう何でそういうことするのいや、普通に落ちちゃった。なかったね。危ね。ここ怪しい。あぶね。見逃すとこあった。はい、はい、1個目ゲット。オッケー。危ね。ここ見失うとこあった。危ね。今ですね、この間、あそこに隠したの思い出して、見つけたね。オッケー。ここいある。ここないか。あと一つ。ちょっとね、早めにやっておかないといけないこと。ここだね。ここ。やばい、ここ。下がる前に行かなきゃ。下がる前に。やばい、ちょっと時間がない。いきます。こっち。ここ、見た。ないね。多分ない。多分、ここね、結構ね、あそこの、何なんか、下がったら上がったりするやつ。あそこにね、隠してる人とかたまにいたりするんで、このチョウザメ造船。チョウザメ造船だっけ？焦りすぎても、こうマップの名前も分かんなくなっちゃうもんね。これあと残り1分。やばい、これ、あと1つしか見つけないから、あと3つだね。あと3つ見つけなきゃいけないんだけど、おっと、いいな。やばないぞ。割とスプリンクラークレンボってさ、なんか、まあ、簡単って言ったらちょっとあれだけど、簡単なルールなんだよ。普通のクレンボよりね。まあ、なんでかっていうと、スプリンクラーってインクのしぶきが出るじゃないですか。それで結構ね、見つけれるんですけど、ここある？ないか。全然見つかんない。やばい。マジで見つかんない。これどこ？ここ怪しい。ここ一回見るわ、ここ。ああ、ここもないか。嘘でしょ？待って、スプリンクラークレンボで一個も見つけられないっていうのはマジでありえない。ありえないことだけど、ありえない。これいきます。いや、見つかる？なんか誰か一人死んだぞ。リオちゃん死んだぞ。大丈夫。待って。これちょっと壊せない。壊した。あと残り、時間ね。あと残り2つです。いや、これ時間ねえんだけど。待って。どこ？結構、細かく探してんだけど、やだ、ちょっと、じゃ時間止まってくれ、頼む、じゃもう時間は止まりません。よーし、チョウザメ造船、答え合わせやっていこうかなと思います。いやー、ちょっと今回2つしか見つけられなかったね。ちなみに、ゆずとちくわで見つけたのが、いちごミルクとリオちゃんの2人。だからこのちくわとゆずのこの2人は見つけられなかったんだけど、で、動かない、動いて、フリーズしてる。どうした？体動かなくなっちゃった。動き始めた。めちゃめちゃ心配なんだけど、何してたのかな。なんか、お腹痛かったのかな。いや、わかんないけど。はい。ということで、じゃあまずは、ちくわさんかな。まず、ちくわさん。うわ、ちくわがすごい。待って、どこ？うわー、そこか！結構、全然わかる。いや、そこは見てなかった。ここにあったんだ。自滅したし。うわ、すげえ、ここ置けるんだ、この壁。なんか、鉄骨ばっかりでさ、スプリンクラー置けないんかなと思ってたけど、ここ置けるんですね、スプリンクラー。知らなかったわ。はい、お次はゆずさんなんですけど、何それ、お次はゆずさんなんですけど、ゆずさんなんか、どういうこと？歩行台登って、どういうこと？歩行台登って、歩行台登って、こっから投げ入れてんだ、向こう側に。いや、これやばい。これ。ちょっとすげえ、超すごい。
超すごいよ。だからか、うわすごい、できてるできてる、待って、えすごい。ちょっと僕今回スプリンクラー持ってきたんでちょっとわかんないんだけど、こっからこんな感じ。いやこれ超天才じゃん。よくここ見つけたね、ここ。めちゃめちゃすごいこれ。今回のちょっと MVP はゆずさんだな。これすごいわ。わあ、ここ全然わかんない。ちょうどギリギリ見えるんだよね。多分壊せると思うんだよね、多分。この僕が使ってるこの、デュアルスイーパーだったら、しかも射程も長いんで、割とね、壊せると思うんだよ。わあ、ここ全然気づかなかったな。これ、めちゃめちゃすごい。よーし、デボン海洋博物館に試合目やっていこうかなと思います。いやー、デボン海洋博物館ね、スプリンクラーかくれんぼの天敵なんですよね。何が天敵かっていうと、隠す場所がねえ、マジで。あ、で待てよ。ここいいじゃん、もう。ここに隠せばいいじゃん、もう。ね。ここに隠せばいいと思うんですよ、もうね。あ、どうなんだろう。いや、ここじゃないかな。ここ、ほら。鬼さんね、チャージャー使ってるから一応ね、ここに隠しても、一応壊せるっちゃ壊せるんで、一応スプリンクラークレームのルールとしてはね、鬼が壊せない場所いや、置いていけないともルールがあるんだけど、まあ正直、鬼が壊せない場所に置いている人もいるんですけどね。さっきのゆずさんみたいな感じで置いてる人いるんだけど、まあまあ、あれは面白いからいいんですよ。でもちょっと今回、どうしようか。割とさ、多分壊せると思うんで、鬼さん。ここはここに隠そうかな。ほら、割と。わあ、でもどうなんだろう。どうなんだろう、これ。いいや、自信持って隠します。今回僕ここに行こうかなと思います。でね、ちょ今めっちゃね、右手首が超かゆいんだよね。多分ね、蚊に刺されたね。今日なんかさ、コンビニ行ったんだよ。なんかコンビニちょっと散歩があったらコンビニ行こうかなと思って、コンビニのね、菓子パンを買いに、コンビニ菓子パン買った帰りに、なんかめっちゃ蚊がいるところに行っちゃって、歩いちゃって、なんか噛まれたね、蚊に、手首を。そう、手首だけ噛まれた。今日5匹くらい蚊いたのに、結構手首だけなんか噛まれて、めっちゃ手首痒いんだよ今。蚊に愛されてんのかな、手首。僕の手首美味しい血が流れてんのかな、わかんないけども、とりあえず鬼さんが動くまで、待っていこうかなと思います。よし、みんな始まるぞ。みんなもう大集合を見て、もうみんな皆さん大集合してますけども、あと残り5秒で始まります。鬼さんはヒーローチャージャー、結構ね、ヒーローとかさ、このヒーローシリーズ、始まりました。ヒーローシリーズさ、結構さ、このスプラトゥーンのヒーローモードで、その武器、だから例えば、このヒーローチャージャーもらうんだったら、ヒーローモードで結構ね、チャージャーをね、めちゃめちゃヒーローモードで使わなきゃいけないっていうルールがあるんだけど、結構多分この鬼さん、ちくわさん鬼がやってくれてるんだけど、このちくわさん多分、ヒーローモードでめっちゃ使ったんだろうね、これチャージャー。待って、めちゃめちゃ探してるな、これやばい。でもめっちゃ今のとこまで1個見つかってないかな、ね。でも結構ね、僕が隠したところ、割と自信はあるわ。OK、ということで、探していきましょう。お、ちょっと僕が、もうリスポーン地点近いよ、もう。やばい、これ僕見つか、あ、待って、これ僕一番最初見つかったわ。うわ、最悪。僕が一番最初に見つかんの？自信あるって言った矢先に見つかったんだけど。嘘でしょ？嘘って言ってよ、待って、これ、あれ二つある。あ、やばい。あー、マジか。二つ目も壊されました。あとこれ、二つか。あとこれ二つ。やーばー。ちょっと僕一番目に壊されるのすごい悔しいんだけど。え、なんでさ、自信満々とか言ってさ、一番最初に壊されるんだよ。恥ずかしいわ、これ。いや、地獄。あ、おる。おめっちゃうまい。チャージショットがうまい。あと残り、最後の一個だね。最後の一個見つけたらお兄さんの勝ちです。これいる？どこだ？結構、お兄さん上行ってる。お兄さん上行ってる。待って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 よ。お兄さん待って、お兄さん待って。上にいるわ。お兄さんちょっと見に行かなきゃ。お、見つけた？あ、まだ見つけてないっぽいね。あと残り20秒。ちょっと時間はどんどん迫ってきてますよ。いや、お兄さん、これ最後の1個どこにあるんだ？あ、あるわ。最後の1個、ここに。あ、気づいてない。最後の1個。ここにあるね。うわ、ちょ、お兄さん気づいてないね。いやー、これ惜しいね、これ。ここにあるよ、ここ。もう答え教えちゃおう。ここにありますよ。ここにあるよ。いやでも気づいてた。いやー惜しかった。たぶんあれだね。最初ここ来た時僕のね、多分スプリンクラーに目がいっちゃったんだろうね。よーし、ガンガゼ音楽堂やっていこうかなと思います。今回これやってラストにしようかなと思います。ガンガゼ音楽堂かで、ね、割とここもね、隠す場所。あるかな、隠す場所。それ鬼はね、リオちゃんです。よろしくお願いします。あ、ここさ、ここ隠せるなと思ったんだけどさ、待って、ちょ、ここじゃない。うわ、なんだ、ここ変なとこに置いちゃったじゃん。しかも、ちくわさんもなんかフリーズしちゃってるし。で、ここさ、あ、ちょ、むずいな。ここさ、頑張ればさ、ここのさ、置けないかな。
いや、ここ、あー、ここ置けないの、この壁、ここに壁あるじゃん。この壁置けないのかな、頑張っても。ちょっと置きたい願望があるんだけど、どうしよう。これは、いや、ここ、いや、結構、ちょ、ヤングアゼアが音楽堂、結構置く場所あるな。これさ、ほい。あ、上に登っちゃった。けど、ここ、ほい。あー、あそこの床置けないんだ。ここのさ、床あるじゃん、ここの床。ここの床置けるかなと思ったんだけど、早速に置けなかったっぽいね。あえてもお兄さんのリスポーン地点のすぐそばに隠しちゃうみたいな。悪くないです。いいんじゃないそれ。どうしようかな。これ登れたっけここって。へっ。いや、登れねえか。ギリギリ。へっ。いや、登れねえ。めっちゃ見てくる鬼の人。へっ。いや、登れねえか。先生、登れねえったらしょうがねえ。これさ、ここに置けるか。お。あー、そこ、そうなっちゃうんか。なんかすごい、すごいことなってるよ。すごい。いや、壊さないでよ。もう、隠してるんだ。もう、置けないのかな、ここ。置けたわ。置きたけど多分これバレてんな。音で多分バレるんだよな、これ。こことかさ。いや、ちょっと置けないのかな。もう一回行きます。挑戦。再挑戦。うわー、ちょっと待って。これ、さすがにこれはバレる。いや、めちゃめちゃ狙ってくる。やめよう。ちょっと、僕が、あそこに隠すのはやめます。ちょっとごめん。鬼側のレスポンチでは置くの強いかなと思ったんだけど、めちゃめちゃ弱いわ。で、これさ、ここ良くないか。でよ、行きます。ここ生きるか、ギリギリ。オッケー、おすごい、見て。なんか、スプリンクラー、なんか、半分体消えてるよ、スプリンクラーの胴体。さあ、始まりますよ、鬼さんね。リオちゃんでお兄さん、やっていきましょう。さあ、わー、ちょっと、今回の鬼さんもチャージャー使ってんのか。待って、これ、僕が置いたスプリンクラー見つからないか。あれあ。いや、最悪なんだけど、見つかんないと思ったら速攻見つかった。ちょっと今回ダメダメだな。わ、あ、ごめん、ちょっと言っちゃった。これ今回完璧だと思ったんだけど、割とすごいところ見つけたかもしれないと思ったけど、普通に見つかるっていう。しかも今のところ僕以外誰も見つかってません。やばい。これ誰かちょっと見つかってか、もう全部見つけちゃっても、お兄さん、僕のスプリンクラー見つかっちゃったらもうね、あとはもう何でもいい。もう何してもいいから。あ、で、ここにある？ないよね。お、今のところ本当に僕だけだね、見つかったの。さあ、見ていきましょう。鬼さんはこうやってインク塗って移動しておりますけども、今のところまだ全然見つかってない、見つけてないね。本当に僕だけ見つけるってやめてね。本当に僕のスプリンクラーだけ見つかっちゃうみたいな、そういう、すごいそれ恥ずかしいからやめてね。僕めちゃめちゃ雑魚じゃんって、サバさん雑魚いですねってコメント来るから。あー、待って、ある。向こうにあるね。これ、鬼さんこれ完全に気づいたね、多分あれ。完全に気づいたわ。オッケー、いいよ、いないよ、もう仲間の人もスプリンクラー。これ仲間のスプリンクラー壊されて喜んでる鬼だから僕、マジで。来ました。いいじゃない、見てください。僕の仲間ですよ、あの人。あそこに隠した人誰だろうね。もう最弱。僕と同じレベルですよ、あそこに隠した人。僕と同じ最弱レベル。今回のサバさん、ちょっと性格悪いですね、ちょっとやばい。サバさん、性格悪いって言われるからやめたいなと思います。お兄さん、どこ行った？お兄さん、どこ行った？あ、あそこにいる。ちょ、ね、めちゃめちゃ動きが俊敏すぎて目が追えないんだけど、待って、あと残り、もう2秒。1。あー、これはもう、僕と、さっき、見つけたスプリンクラーの2つだね。2つ見つけて、残りの2つ見つけられなかったですね。これちょっと、うわー、僕自信あったんだけどな、あそこも。待って、今回結構自信あるところ全部見つかってんだよね。つらいー。はい、ということで、今回もスプラトゥーンクレンボー、スプリンクラークレンボーやってみたわけなんですけども、いやー、今回ちょっと、普通にこのユズさんが隠した場所、めちゃめちゃ強いね。マジで、あそこよく見つけたね。ほんとにすごいわ。はい、ということでね、この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。スプラトゥーンクレンボー、スプリンクラークレンボーだったね、スプラトゥーンの企画、参加したいという方はね、ツイッターの方で参加者募集しようので、よかったらね、ツイッターの方、フォローして、チェックしてくれると、嬉しいですということで、また見てください。それでは